ファイトガリバーは日本の競争馬。主な勝ち案は大歌賞。前兄には NHK 杯勝ちまで、サツキ賞2着の成田大成がいる。主戦騎手は田原聖騎。なお、バレーは急表記で統一する。1995年10月に京都競馬場の新馬戦でデビューし、勝利を挙げる。3歳シーズンはこの一戦のみで終えた。年明けて、 格上挑戦の購買賞で日着と、構想すると、自走で順当に、自己情景を勝ち上がる。しかし、この時点では、頻馬クラシックの主役級になると見られた存在ではなく、この馬についての評判は、ほとんどが父大流れ馬譲りの四白大流星の、美しい馬体に関してであった。ついで、大ョ賞トライアルのアネモネステークスに出走。一番人気に、 支持されるも3着と優先出走権を獲得できなかった。このため、大花賞は除外される恐れがあったが、直前で回避場が相次いだため、なんとか出走枠に入ることが叶った。なお、回避場の中には本命と目されていたエアグルーヴも含まれていたため、この年の大花賞は一転して混戦模様を呈していたが、ファイトガリバーは、 隠したと見られて十番人気に過ぎなかった。レースでは、ほぼ最高峰に近い位置取りから、巧みにバ群ンをさばいていき、四コーナーで好位につけると、外から力強い伸び足を見せ、リブキパーシブを半馬身差し切った。人気薄で、思い切りの良い競馬ができる気楽さもあったにせよ、大一番で、ファイトガリバーの能力を最大限に引き出した、田原の好期上も光った。続く、 優潤頻馬では、母方の決闘面から距離が不安視され4番人気であったが、後方から直線で鋭い差し足でエアグルーブに迫り、一場新半差の2着に食い込んだ。これにより、大花賞が決してフロックではなかったことを示し、エアグルーブと並ぶ4歳頻馬路線の主役になると、共に秋へと期待がかけられた。だが、休み明け初戦のローズステークスが7着に終わり、 さらにレース中に、屈腱炎を発症。このため、週刊賞への出走を断念。長期休養を余儀なくされた。復帰戦となったのは、翌5歳児の富士ステイクス。ここを12着と大敗すると、その後も体調面も万全ではなく4戦して、未勝利。京都品馬特別の4着が、唯一の掲示板入りで、ついに往年の走りを取り戻すことはできずに6歳児の、 中山頻馬ステークスを最後に現役を引退した。以下の内容は、netkeiba.com の内容に基づく。引退後は、生まれ故郷のアモウ牧場で繁殖入りした。繁殖頻馬としては、脚部不安に見舞われる産加が多く、目立った活躍馬は、現れていない。平地で5勝、障害で1勝を挙げ、阪神対象天にも出走したペガサスファイトが、 現在の代表三区である、調教師の中尾は、当初、この馬を前、兄、成田体制の場所であり、成田ブライアンなどでも知られる、山地秀則に進めた。しかし、兄、成田体制は、体質面が弱く、ダービー以降は結局ほとんどまともに走れなかった、ことから、山地は、あんな弱い馬の妹はいらんと断り、次に、 中尾が紹介した品川のボルが所有することとなった。その断ってしまった弱い馬の妹が大賀賞を制したことについて、後に中尾と山地の間で話題になった際、大賀賞を逃がすことになった山地はさすがに苦笑いしていたという。ファイトガリバー、競争場で得た。netkeiba.com。二千二十年四月十一日閲覧。ファイトブライアン。 競争場データ .netkeiba.com 2020年4月11日閲覧。ファイトグラシアス競争場データ .netkeiba.com 2020年4月11日閲覧。ファイトエリシオ競争場データ .netkeiba.com 2020年4月11日閲覧。ペガサスファイト競争場データ。 netkeiba.com 2020年4月11日閲覧トップエクセレント競争場データ netkeiba.com 2020年4月11日閲覧アグネスファスト競争場データ netkeiba.com 2020年4月11日閲覧ウィルソン競争場データ netkeiba.com 2020年4月11日閲覧。ペガサスボス、競争場データ。netkeiba.com。2020年4月11日閲覧。ビリア、競争場データ。netkeiba.com。2020年4月11日閲覧。ありがとうございます。